例えば都心から離れたちょっと偏僻な場所、この土地を売りたいなと思ったらどうしますか？阪急電鉄の創業者で宝塚歌劇団の生みの親である小林一三さんは、沿線上にある都心から離れた土地を都心から離れて静か、環境のいい土地と言って売り出し人を集めました。このように欠点を長所と捉える考え方はビジネスにおいてとても役に立つ考え方です。見方や捉え方を変えることで欠点であってもそれを生かして価値に変えることができます。普段の生活から物事をポジティブに捉える訓練をすることで、この力を向上させることができますよ。